年収85億円のスーパースター大谷翔平。今回はそんな大谷のモテエピソードを50個紹介します。大谷は日ハム時代、元フジテレビアナのカトパンに野球の取材を受けた時、好みのタイプは、結婚はなどと、なぜか恋愛系の話題ばかり聞かれた。そのため日ハムの広報がプライベートに踏み込みすぎだと怒りを覚えて、カトパンの取材をストップ。この後カトパンの大谷取材は禁止になってしまった。ところが約1年後に禁止が解けると、カトパンは大喜びしたらしい。そんな大谷は両親になんと、女優や女子アナと結婚しないでほしいと言われているそうだが、大谷自身もこれに賛同しているらしい。そんな大谷は若手時代にタイプの女性をしつこく聞かれた時、当時まだ12歳だった芦田愛菜と爆笑発言をかます。2016年の紅白でゲスト審査員を務めた大谷、するとハーフタイムショーでビヨンセに扮した渡辺直美にお尻を向けられながらかなり接近された。また渡辺とはグータッチをして、さらに大谷はお尻を触られたらしい。大谷翔平は野球の神様が作らせたものと話していた恩師の栗山英樹。ただ大谷は栗山に勝手にツンデレだと思われていて、食べちゃいたいと公の場で言われたこともある。そんな栗山は、生まれ変わったら男か女かという質問を受けると、大谷翔平と衝撃発言。その次に生まれてくる国はどこがいいかも聞かれたが、栗山はそれにも大谷翔平と答えていた。日ハム時代のある時、埼玉県の大宮にあるソープランドに大谷のサインが飾られていて、ささやかな騒ぎになったことがあった。ただ大谷はその店を訪れたことはなく、風俗店のオーナーが知人から譲り受けたものだと判明。日ハムの関係者が掛け合ってサインを外すことになったそう。小さい頃からお母さんのことが大好きで、花巻東高校に入って寮生活を始めた頃には、仲間と実家でゆっくりしたい、親の作るご飯が食べたいなどと言いながら慰め合っていた大谷。しかし当時から女子人気は高く、当時の仲間は翔平が校内を歩くたびに周りの女子生徒たちからキャーキャーと大歓声が上がるなど大騒ぎと明かしている。それでも学生時代はモテなかったと自身では話す大谷。中学時代のクラスメートが集められた時、女性陣も女子とそんなに接していない、むしろ疑うくらい男の子としか喋っていないと証言していた。しかしそれは表面上の話。大谷の中学時代の親友によると、バレンタインデーのチョコは10個もらい、中学に入学するとすぐに5、6人から告白されたそう。そんな中学時代の大谷は、もらったラブレターをポーチにしまって大事に保管していたそう。そしてある日、親友2人が大谷の部屋に来た時、ラブレターの見せ合いをすることに。大谷はムードを出そうと言って部屋の電気を暗くしてから、ポーチに入れたラブレターを大切そうに1枚1枚取り出しながら友達に見せたらしい。しかし学生時代は彼女ができたことはなかった大谷。高校時代には大谷のお母さんが近所の人との会話で、翔平に彼女なんていないわよ、まだ童貞だろうねと言って笑っていたらしい。そんな21世紀の成人君子大谷翔平はある時、ディスコに行ってみようかなとか思わないと発言。その理由として、野球界はチヤホヤされる世界ですし、王様になったら終わりの世界なんで、なかなか体験できないですよねと揺るぎない信念を語っていた。サッカーの本田圭佑と一度ジムで会ったことがあるという大谷。その時の印象について、本田は本当に爽やかで本当に人気者で、みんな大谷さんのこと好きなんやろうなと感じたと明かしている。2022年7月13日のアストロズ戦では、大谷が打席に向かおうとすると、ネット裏で観戦していた高齢の男性が、孫娘と思われる女性ファンを指さして、うちの娘をどうだいと言いたげに大谷に話しかけた。思わぬ流れに女性ファンは照れ笑いだったが、大谷は満面の笑みで高齢男性に敬意を示していた。そんな大谷と 4,5 年前に熱愛疑惑が報じられた相手が、元バレーボール選手の加納舞子。大谷と加納がティファニーの同じブレスレットをつけていることにファンが気づいてから、恋仲なのではと噂されたのだ。さらに加納が自身の30歳の誕生日にアメリカまで行って、大谷が出場した試合の観戦に出向いたり、加納の SNS にはそれとなく匂わせるような投稿がいくつかポストされていた。しかし今年4月に加納がとあるジャニーズアイドルと3年間付き合っていることが報じられた。通常ジャニーズの熱愛報道があると、ファンのショックの声が絶えずロスになる人も多く見られたが、今回に限っては加納が大谷の彼女ではないと確信したファンによる、世界中の女子が安堵などといった投稿が目立っていた。高校3年生の時には、とある朝のテレビ番組の取材で、ミタパンこと三田由里香アナから英語のレッスンを受けた大谷。この時ミタパンには大谷くんと呼ばれていた。しかし大谷がメジャーに渡って超ビッグになった6年後に、テレビでその時の英語レッスンの映像が流れると、ミタパンは生放送で、まだ高校生ですので大谷くんと呼んで英語を覚えさせていただいたんですが、今やメジャーリーガーとなった大谷選手、なんてことをしてしまったんだ、大変失礼いたしましたと、まさかの公開謝罪。そして先輩アナにいじられると、ミタパンは世界中の女性を敵に回しますのでやめてくださいと話していた。ちなみにそのミタパンは、かつて西武の俊足イケメン金子裕二と2年ほど付き合っていた。フジテレビアナの宮地真奈美はある時、サマーズ大竹のことを大谷さんと呼び間違えたことがあった。それも何度も。そのため大竹からは、何回か俺のことを大谷って呼んでるけどと言われて、大谷に恋しているのではと聞かれることになり、宮地は顔を赤らめながら否定していた。
高校時代の大谷が書いた人生設計では26歳で結婚し28歳で男の子が生まれるとなっているが、大谷は1年目のオフに兄の結婚式に出席した時、僕は興味はないですねと発言してしまう。絶世の美女リンシャンなどがいる楽天ガールズの7人と先日対面し、一緒に写真撮影した大谷。しかしその写真で大谷のスタイルの良さがかなり際立ち、ファンからは10頭身か、どの美女よりも小顔でビビるなどとコメントされていた。そんな楽天ガールズのメンバーも大谷と写真を撮れてハッピー、大谷はとても大きかったと大興奮。その中でもリンシャンは彼が待っていたけどアプローチすることを躊躇してしまったとまんざらでもない様子で話していたらしい。2015年1月のトークショーで大谷は小学校2年生の女の子から、大谷選手のお嫁さんになるのが夢です、どうしたらいいですかと直接聞かれた。しかし大谷は、僕のですか、ありがとうございますという返答に終わり、うまく返すことができなかった。たびたび畜生なジョークをかますことで知られている大谷だが、実は下ネタも普通に言うそう。日ハム入団3年目の時にはライバルだった、いや今でもライバルのはずの藤浪晋太郎と対談した時に、大谷は関西人の藤浪に下ネタをかまして大爆笑をもらう。日ハムからメジャーに移籍するにあたって、たくさんのメジャーのスカウトが大谷のことを調査していた時、とあるスカウトは大谷に違和感を覚えたそう。そして大谷について、この年代の若者には普通にある失敗談やガールフレンドとのエピソードに関する情報がほとんど出てこない、まさかゲイではないと思うが彼の素顔はどこかミステリアスだと話していた。メジャーのオールスターといえば、家族や恋人を連れて参加するレッドカーペットショーがある。大谷は2021年にオールスターに選ばれた時、どんな女の人を連れてくるのか世間から注目を浴びたが、日本のテレビでは水原一平が有力と報じられ、ドラマ横杉はまたかよと突っ込んでいた。結局大方の予想通り、通訳の一平を連れてレッドカーペットを歩いた大谷。ただ記者にお祭り気分はどうかと聞かれると、あんまり得意な感じではないと正直に話し、試合後には思わず疲れたと漏らしていた。2015年にモデルの朝比奈彩と仕事で会い、握手を交わした大谷。するとそれだけで巷では熱愛疑惑が浮上し、朝比奈は母から、あなた大谷翔平と付き合ってんの？と言われるまでに広まったらしい。テレビでその熱愛疑惑について聞かれた朝比奈は、その時に一回会っただけなのにと言って、特に何もないことをアピールした。ビッグボスこと新庄剛志は大谷のことをスターではなくスーパースターと発言。しかし大谷がもう一皮むけるためには、派手な高級車に乗ってみんなが憧れるようなファッションで、髪型もおしゃれ系でチャラチャラしないとと話していた。そんな大谷はというと、アメリカのユニバに行ってミニオンズなどのアトラクションを楽しんだこともある。しかしその時も通訳の水原一平と一緒に行っていて、現地の人にはいつも一平と一緒で女性といるところを見たことがないですと言われるほど。アメリカの生活では休日になると外食も多く、ステーキやシュラスコなどを食べるという大谷と一平。ある時はショッピングモールのフードコートに2人で行ったそうで、大谷はこういうところ初めてですと言って嬉しそうだったらしい。その大谷の姿を見た一平は、こんな普通のことをするだけでこんなに楽しそうにするなんて、翔平って可愛いなと思ったりしますと素直な気持ちを明かす。そんな一平は大谷の前で絶対にあることをしないという。それがチョコなどのお菓子を食べないこと。というのも大谷の目の前でお菓子をパクパク食べていたら、大好きな甘いものを我慢して食事管理を徹底している大谷に悪いという一平の配慮からだそう。大谷はメジャーに渡った1年目、アメリカソフトボール界のスターカラマニ・ドゥンという女性と会い、カラマニのインスタにはツーショットがポストされた。しかしその投稿を見ると、大谷はカラマニから一方的にハグ。大谷の顔は若干引きつっているようにも見えるが、この写真でカラマニとの男女の噂が取り沙汰されてしまう。ナイスボディーな美人レポーターとしてアメリカでは知られている FOX スポーツのアレックス・カリーとも熱愛の噂があったことのある大谷。しかしカリーの件も、大谷は特に何もしていなく、カリーがエンゼルスの関係者に大谷の連絡先を教えてと言って聞いて回っていただけらしい。今年5月31日のホワイトソックス戦で13号ソロの特大ホームランを放った大谷。しかしその一撃が宙に放たれた瞬間、ネット裏で観戦していた相手チームの女性ファンがビクッと反応。そして大谷の打球の凄さに両手で頭を抱えながら思わず立ち上がってしまい、驚くあまりその口はパカーンと開いていたそう。現地のパパラッチによると、大谷は女性も含めた球団関係者のような人たちと行動を共にすることもあるし、同僚などと日本料理レストランで会食することもあるそう。しかし一説によると、大谷は絶対に証拠を残させないために私生活の場で写真を撮らせることを禁止しているそう。チャラチャラしている派手な人が苦手で、女子アナとは結婚しないと約束している大谷。 WBC では日本の女子アナからマイクを向けられたこともあったが、大谷は一度振り向いて会釈をしたものの、質問には答えずに立ち去っていった。今や結婚したいアスリートランキングでは圧倒的な人気で1位を取っている大谷。しかしとあるアスリートの元妻は、大谷さんと結婚したいと思っている女性がいることが驚きです、考えただけでもゾッとしますと発言している。その理由として、大谷さんと結婚したら日本中、いや世界中の女性が姑となるんですよと発言。さらに出産に関しては、神様の子供を預かるくらいの感覚じゃないと無理ですと言い切っていた。
そんな大谷だが、とあるジャーナリストによると2019年に都内の高級ホテルで女性と一緒にいるという情報を信頼できる筋から入手したことがあったそう。そのためそのジャーナリストは何日も張り込んで今か今かとその決定的な瞬間をキャッチしようと試みたそうなのだが、その努力も虚しく大谷と噂の女性の姿を捉えることはできなかったらしい。そんな大谷の彼女候補として最近突如浮上しているのがヌートバーの姉。というのもヌートバーの姉が大谷の姉と同じく学生時代にバレーボールをバリバリやっていたからで、今はアスレチックトレーナーというスポーツ医学や栄養学の知識を必要とする仕事をしているから大谷のタイプにぴったりなのではということらしい。そんな大谷だが、メジャーに渡った後の25歳の時には結婚願望はあると発言。そしてやっぱり奥さんいて子供がいたらね、楽しそうだなと話し、周りがどんどん結婚していくので焦りはないですけどねと謎発言をかましていた。ところが27歳になって結婚に関して聞かれると、大谷はまだまだ先と回答。結婚のタイミングについても考えていないそうで、なるようにしかならないと話していた。そんな大谷はモデルや女子アナなどのたくさんの美女たちから日ハムの選手を通して合コンに連れてきてと声をかけられてきたそう。しかし大谷は自主トレや寝る時間に当てたいという理由で全く参加せず、幹事を担当していた選手は翔平は誘っても来ないんだよと断言していたらしい。冒頭で紹介した22歳の大谷が言い放ったタイプは芦田愛菜発言。おそらくジョークのはずだが、芦田愛菜がタイプ説を根強く信じる人が一定数いるそうで、芦田が成人したことでその説が加熱している。知的で賢くて控えめでチャラさが感じられないなどといった芦田の性格も大谷のタイプに合致しているのではと言われ、ファンからは大谷翔平は成人して数年経った芦田愛菜と結婚したら満場一致で祝福されそうといった声が上がっていた。2018年に東京月島のもんじゃストリートから和風美女と共に現れた大谷。今度こそデートの決定的瞬間かと思われたが、その女性の正体は大谷の彼女と間違えられがちな通訳の一平の婚約者。実態は大谷は普段お世話になっている一平とその婚約者にもんじゃをご馳走し、その上大谷の2億円する都内にある絶景タワーマンに招待しただけだったという。というわけで今回は大谷翔平のモテエピソードを50個紹介しましたが、この動画では大谷翔平の伝説エピソードも紹介しているのでぜひ見てください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。